ケゴーンは、東武鉄道が、主に、浅草駅東武日光駅間を、東武伊勢崎線、東武日光線経由で運行する、特別急行列車の愛称である。本港では、東武日光線の、下体毎地駅より、東武鬼怒川線方面に直通し、主に、浅草駅鬼怒川温泉駅間を運行する、特急列車、鬼怒、及び、東武日光線。 絹川線方面発着の優等列車の遠隔についても記載する。なお、2006年3月18日のダイヤ改正以前の急行列車に相当する300系電車、350系電車で運行される特急列車及びスカイツリーライナーは車両面、料金面などでゴンと扱いが大きく異なるため本校では記載しない。下言、キヌの歴史は古く、 その前身の無料特急時代を含め、1929年の東武日光線全線開業時から長らく運行されている。登場当初は一般車両のみ、その後は一般車両に特別席である展望車、特0百計客車を連結して運行されていたが、1935年には特急用車両であるデハ10系電車が申請投入された。 その後戦時中に一時運休した時期もあったが、戦後間もなくも、五千三百十系、区派百五十型を使用した、連合軍専用列車の一部車両を、特急、ケゴンキヌとして、運行再開された。その後は、いずれもロマンスシート完備の、ロマンスカーとして、東武鉄道の花形的特急として運行され、五千七百系、DRC と製造当時最新型の車両で、 更新されている。2017年現在は、1990年に収益したスペーシアと2017年に収益したリバティによって運行され、リバティの一部列車はリバティ合図として、八岸鉄道合図絹川線、合図鉄道合図線を経由して、合図田島駅まで直通運転をしている。過去には、ケゴン、絹が運行される東京日光では、 戦後の高度成長期に国鉄東北本線日光線との激しい旅客獲得の競争が繰り広げられた。詳しくは、本港の東部日光線優等列車遠隔及び別港、国鉄 JR 東日本日光線優等列車遠隔を参照。2017年現在、100系、スペーシアと500系、ディバティにより運行されている。このうち、百系、 スペーシアにより運行される、ケゴン、キヌは、車両相性を窃盗に付して、スペーシアケゴン、スペーシアキヌと、案内されたり、同車を使用する、スカイツリーライナーも含めて一括りに、特急、スペーシアと案内されることもある。500系、リバティにより運行される、リバティケゴン、リバティキヌ、リバティアイズは、車両相性を窃盗に付したものを正式な、列車相性としている。 500系、リバティにより運行される特急は、同車を使用する、スカイツリーライナー、アーバンパークライナー及び、リバティ両網も含めて一括りに、特急リバティと案内されることもある。下いまい駅にて並結される、リバティケゴンとリバティアイズ。運転本数は、2017年現在、ケゴン、キヌ、リバティアイズを合わせて、平日は上り20本下り21本。 と、土休日は上り23本、下り24本となっている。多くのリバティケゴンとリバティアイズは、浅草駅下今市駅間で並結して運行され、下今市駅での分割、併合を行っている。下り、リバティケゴン1本のみは、浅草駅東武動物公園駅間で、リバティ両毛と並結して運行され、東武動物公園駅で分割を行っている。なお、一部の リバティ・ケゴンについては、途中駅での分割、併合がなく、全区間で単独列車として運行されている。ケゴン、キヌの列車号数は共通の投資番号が付されており、歴史的にも共通の専用車両が用いられている。2017年4月21日のダイヤ改正以降は、リバティ・ケゴン、リバティ・キヌ、リバテ・ィ・アイズについても共通の投資番号が付されている。また、 列車番号としては、短距離特急のスカイツリーライナー、アーバンパークライナーも投資番号となっている。そのため本特急の合数に欠番が生じている。なお、最新型車両の登場により片落ち予定となった車両によって運行される特急も運行されており、この種の特急、休行として2020年現在は350系で運行される定期特急、切り振りがある。 また、臨時列車として、湯の里、規格型臨時列車として、大勢夜行、スノーパル、日光夜行も運行されている。これらの特急については、それぞれの列車項目を参照されたい。ケゴン、キヌには100系、スペーシアが、リバティレイレイには500系、リバティが充当される。リバティケゴンは、基本的に進行方向後部に連結する。500系、リバティ以前には、 車両故障等で300系が使用される場合もあった。スペーシアの5号車1番は車椅子優先座席となっている。2017年4月21日のダイヤ改正により平日と休日別ダイヤで運行されている。それ以前は毎日運行される定期列車とは別にいわゆる旧国鉄 JR の季節列車、予定臨時列車のように運行があらかじめ。 ダイヤ上設定されており、繁忙期となる期間を A 期間、換算期を B 期間と設定しており、一部列車は A 期間のみに運行されていた。当時の期間別は下記の通りである。全列車が座席指定席制を採用しているが、2006年3月17日までの特急料金が基本となっている。小には半額、波数は10円単位で切り上げ。 障害者割引は適用外。2019年10月1日改定。特急料金は2003年3月19日から値下げされ、乗車日や列車により、平日料金と休日料金と午後割、夜割の制度が設けられている。後者が適用されると、従前の急行料金に相当する額で乗車することが可能である。また、後者については、 列車指定であることから共に出発駅より適用される。JR 直通は通年平日料金で JR 内は繁忙期換算期なしの通年通常期料金。スペーシアには大人4名または小児6名まで利用可能な個室が設けられており、これには特急料金を含め一室ごとで発行される。JR 線内はグリーン車扱いとなる。 リバティとスカイツリートレインは乗車日に関係なく土休日料金が適用され、午後割、夜割の設定はない。またリバティは、下今市東部日光館及び下今市から、新藤原合図田島間のみ乗車する場合、特急券なしで乗車できるが、座席は指定されない。座席の指定を受ける場合は、特急券を購入する必要がある。下今市駅3番線に到着した。 絹114号連絡の514列車。特急連絡東部日光発芸、今市駅下も今市駅4番線に入線する東部。絹川線特急線114列車。絹114号、浅草駅下も今市駅接続の連絡列車。日光線東部日光方面と絹川線の分岐駅である下も今市駅では、ペゴンと絹川線方面発着列車。 絹と東部日光発着列車の接続が考慮されている。接続列車には主に下いまいち発着の列車が設定されている。接続列車は多くが普通列車として運行されているが、一部は快速、合図マウントエクスプレスや SL 大樹の場合もある。また、平日と休日とも朝に2本、100系電車仕様の東部日光発でいま一行。 特急連絡列車が設定されており、いずれも上、今市駅を通過し、終点で絹川線からの特急、絹浅草業に連絡する。特急車両を使用するが、この列車には特急料金は設定されていない。かつて、下今市発着の列車は、接続する列車の種別に応じて、特急連絡、急行連絡の種別名で運行されており、 キ川線方面発着の特急、急行列車に接続する下今市東部、日光間運行の連絡列車は、ほぼすべての列車が上、今市駅を通過していた。また、東部日光発着の特急列車と接続する、キ川線発着列車の一部には、特急停車駅に準じた、停車駅で運行される列車もあった。二千六年三月十八日ダイヤ改正に伴い、 接続列車は特急車仕様の列車を除き各駅停車での運行となり2009年6月6日のダイヤ改正で各駅停車で運行される接続列車は普通と案内されるようになった。快速、区間快速が運行されていた頃はそれらの列車が接続列車となる場合もあったが現行ダイヤでの急行区間急行は接続列車としていない。 八岸鉄道、合図鉄道接続列車1986年10月9日に、八岸鉄道合図鬼怒川線が開業した後は、東武特急が、鬼怒川温泉駅などで、八岸鉄道の列車と短時間で接続するダイヤを組んでおり、東武伊勢崎線、東武日光線、東武鬼怒川線沿線と合図鬼怒川線、さらには、合図鉄道合図線、JR 只見線を経由して、 福島県の合図若松駅に至る沿線間の旅客利便性に寄与している。1990年10月12日に合図線合図高原合図田島間が電化されたあとは浅草から合図田島まで直通する快速急行、小塚急行、南合図が運行されるようになり2002年以降は終点の合図田島駅で合図線快速 アイズマウントエクスプレスに接続していた。2005年2月28日付で休行、南アイズが廃止された後は、快速、アイズマウントエクスプレス、アイズオゼエクスプレスが、キヌ川線に乗り入れ、キヌ川温泉駅で、特急、キヌと接続するダイヤに変更された。また、2006年3月16日のダイヤ改正で、JR 直通特急、キヌ川が新設された後は、 毎日に往復運転される、合図マウントエクスプレスの一往復が、絹川温泉駅で、絹川と接続するダイヤに変更されている。その後は、東武634型電車を使用した、スカイツリートレイン、南合図号が平日を中心に、臨時特急として運行され、さらに2017年4月21日のダイヤ改正で500慶修駅に伴い、 リバティケゴンと並結する形で、リバティアイズが運行を開始した。東部日光線99校、快速急行列車遠隔も合わせて参照されたい。アイズ田島駅に停車中のリバティアイズ。ありがとうございます。